持ってる能力はそれはもうあの時のヤクルトの一軍選手の中でも群抜いてました。3日やったらもうダメな、やる気なんだ。3日しか持たない。3日坊主だ。切羽詰まった気持ちでやれば、まあ、ホームランを取ったかもしれない。コーチングの時代の話ですよね、はい。いろいろやってるじゃないですか。はい。で、秋山、古田、長嶋、一茂までやってるでしょ。はい。で、それでちょっと印象に残った選手います。こいつは、狙い通りの選手になったとか。そうですね。秋山の時には僕はコーチの経験が少なくて、阪急で2年やった次ですよ。広岡さんにちょっとうちで汗かいてみと言われてやったのが秋山で。これ西武の時代のね。はい。だから彼の能力がどんなものかっていうのも全く知らなくて、ところがまあ見た時には当たれば飛ぶっていうことで、なんとかしてミートを刺そうということでやったんですけど、あれほどになるなんていう、そういう予感というか、そんなものも全くわかりませんでした。ただもう必死で、この選手を打てるようにだけしか。で、それを1年やって、次南海に行ったんですけど、南海に行って、佐々木っていうのをいたんですよ。彼がね、まだ2軍だったんですよ。で、佐々木、湯上団に、この2人を南海の1、2番にしようと。で、4番は門田がいたんです。で、3番打つのは山本和則っていうのがいたんです。これはもう経験者で実績もあったから。1、2番にしようと思って、特に佐々木をやった時には、こいつはいけると思いましたね。で、まあ、首位打者取るまでの予想はできませんでしたけど。育ててますね、随分。はい、佐々木はいけると思いました。いや、いろいろいい選手。で、先ほど言われたヤクルトの、臨時で行った時には、野村さんにこの古田、それから、一茂、それから、荒井っていうのと、左の、それから、戸間氏の、はい、戸間氏の、これを来年使いたいから、なんとかしてくれ。で、僕は宮崎のサイトへ、秋の練習に1ヶ月行って、で、夜間練習やったんですけど、そこで、土橋っていうのを僕見つけたんです。ファームにいた。この小さいね。で、この野村さんにこの土橋っていうの監督行けますよ。で、土橋が、まあ、あれセカンド守ってたんですかね。ものになりましたよ。で、古田は、野村さんがこいつカーブが打てないんだって言うから、いや、監督、カーブなんてのは打てるバッターはそうそういませんよ。とりあえずまっすぐだけ打てるようにしましょうと。まっすぐが来たら必ず芯に、ヒットになるかどうかは別にして、芯に当てる、そういうことを訓練したらカーブは打てるようになりますから。で、とにかく古谷は例のインサイドの球を僕が苦労してきたことを彼に教えました。そうすると彼は打てるようになりました。それでその時に野村さんに、古田は、野村さん、彼はホームラン30本打てますよって言ったら、嘘って言われましたよ。ところが彼30本打ってるでしょ。打ったんだよね。打ったでしょ。打ちましたよ。あれは僕はもう自分の思った通りの選手になってくれましたね。いやいや、すごい眼力ですよ。ああ。いや、一茂はね、やりましたけど、3日やったらもうダメになる。やる気なくなる。3日しか持たない。3日坊主なんです。で、サイトに行った時でも、まあ、パワーはすごいんですよ。持ってる能力はそれはもう、あの時のヤクルトの一軍選手の中でも、群抜いてましたよ。あ、そうなんですか。群抜いてました。だから、あれがもしもう本当にもう、これでないと俺はもう生活できないっていう、切羽詰まった気持ちでやれば、まあ、ホームランを取ったかもしれない。それぐらいの能力のあった選手ですけど、3日しか持たない。いくら能力があっても努力しない選手はダメだなと思いましたね。いやー、なんとか野球で
あの能力を発揮してればね、僕はすごい選手になったと思いますよ。あれだけのパワーのある選手っていうのは、そうですね、今のジャイアンツの4番の岡本以上でしょう。パワーだけは。あれ以上のパワーあります。喜ぶんじゃないですか、本人聞いたら。だから3日じゃなくして、せめて1ヶ月持ってくれればね、1ヶ月やれる根気があれば、ものになってたと思いますね。あ、そうですね。これは初め、初め。ああ、そしたらヤクルトの4番打ってたと思いますね。